ソリアスミーツ。オケケよ。ラメかよ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 。こんにちは。こんにちは。ということで、まず第一回挨拶。教えてもらって、で前回はサッカーの言葉を教えてもらったんですけど、今回はまあちょっとヒエン先生20歳、20歳ということで、ちょっとカンボジアのね若い子たち、まあ、カンボジアはねすごい若い国でもあるので、ちょっと若い子のことについて聞いていこうと思います。カンボジアの若い子たちって、じゃあどっか遊びに行こう、友達と、そういう場合はどこに行くんですか。みんな何して遊んでるんですか。ちょっと待って、カッカッてはい、で、はい、ということで、今日はちょっとね、カンボジアでなんか流行ってる言葉、なんか流行語みたいなのを教えてもらいたいなと思います。なんかあります。あります。あります。はい。 OK OK は OK かよ。OK って日本語の OK って、あの OK をなんて言うんですか。カムシャ、いや、 OK かよ。 OK かよ。かよってなんですか。知らない。何かわからないけど、みんなオッケーかよって、それはオッケーの時に、普通にオッケーっていう時にオッケーかよって言うんですか、はい、これみんな知ってますか。知ってます。若い子、はい、おお。じゃあ、まあ、例えばですけど、まあ、僕がカンボジアで若い子と、まあ、なんか接する機会があった時にオッケーかよって言うと、おみのおーみたいな、あ、なります。へえ。みんな多分オッケーかよ、ラーメンかよ。ラーメンかよ。そう、ラーメンかよ。ラメかよ、はい、ラメかよって何ですか。知らない。ラーメン。いや、ラーメンじゃない。あ、知らない。知らない。え、オケかよとラメかよ。ラメかよ。おお、使ってみます。それは、まあ、僕みたいな、まあ、大人も多分みんな知ってると思う、が使ったらちょっとやっぱ変ですか。いや、大丈夫。本当。なんか変な人みたいに見られたらやだよ俺それで。まあいいや。オケかよとラメかよ。いや、オケかよ、多分知ってる人はみんなラメかよ。もう知ってるの、はい、オッケー。え、ラメかよっつって言ってもいいの。ラメかよじゃ、いや、オケかよは最初。あ、オケかよって言われたらみんなラメかよって返すと。はあ、い、じゃあちょっとやってみましょう、はい、じゃあ僕がヒエンコーチ、ヒエン先生にオケかよっていうので、じゃあヒエンコーチ、ラメかよで返してください。オケかよ。ラメかよ。オケかよ。ラメかよ。オケかよ。ラメかよ。おお。次はヒエンコーチがオケかよって言ってください。そしたら僕がラメかよって言いますんで、お願いします。オケかよ。ラメかよ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 。なんか意味あるんですか。オッケー。で、ラメかよは。ラメかよ。どういう意味。相手、多分です、ね、あ、大丈夫だよっていう意味。はい、あで、ちょっと日本語でやってみる。オッケーって聞いてみて。オッケー。大丈夫。オッケー。大丈夫。オッケー。大丈夫。そう、これ。これが、カンボジア人の若い子の間では。ラメかよ。ラメかよ。ラメかよ。本当？いや、本当ですね。本当ですか？はい、分かりました。今日はね、カンボジアのストリートで流行ってる言葉を、若者の間で流行ってる言葉を、ヒエン先生に教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。